今週も始まりました。ビート天使の元気が出るテレビ。はい、まあ、竹締めもやってみましょう。こんな腰巾着はやだ。はい、まずね、腰巾着が磯巾着だ。はい、これは何でしょうかね。みんな腰巾着がね、あの頭にね、なんか磯巾着みたいなの乗っけてんですよね。で、で普段ね、何ですか、余裕こいてるときはね、頭の磯巾着が開いてるんですけどね、なんかね、バカ役員とかに怒られるとね、すぐキュッてしまっちゃうんですよね。で、ケツの穴みたいにね、すぐなっちゃってね。で、たまに塩なんか吹いちゃうんですよね。それであれですよね、こう油断している時にね、アホ社長がね、なんか触ってみたらね、なんか毒針みたいのがね、自然に出ちゃってね、君何をするんだなんつってね、なかなか君いい毒針を持ってるじゃないかなんつってね、最後やってしまうっていうね。はい、で、その後ね、次、腰巾着が、何も考えてなかったな、その後。腰巾着が、金ちゃんの仮装大賞にばかり出ている。これは何でしょうかね。なんかね、いつもね、あれ仕事をほっぽらかしてね、あれなんですよね、会議室かなんかこもっちゃってね、なんですか、ビニール袋ね、ブイヤ剥いたやつかなんかね、両手に持っちゃってね、ザザーザザーなんてね、海なんてやってね。で、一応ね、金ちゃんの仮装大賞出るんですけどね、当然のことね、つまらないからね、全然誰も入れてくれなくてね、ベッベッベッなんてね、パーなんてね、泣いちゃったりしてね。ということでね、次、何にも考えてなかったな、本当に。腰ぎ、着。あ、来ました。腰巾着がチャック・ウィルソンだ。これ何でしょうかね、ほんとね。なんかね、みんなムキムキなんですよね、腰巾着がね。で、ダンベルとか上げちゃってね。で、よく見たらね、なんかメガネかけてるやつが一人ね、紛れ込んじゃってね、お前チャック・ウィルソンじゃないだろうなんてね。なんで分かったのなんてね。ケント・デリカットだったっていうね。いや、あれなんてね、あ、お前なんかそこに一番ひときわ小さいチビな男、お前なんだんだって言ったらね、デーブ・スペクターでね、だから日本のね会社はダメなんだよとかね、日本批判を始めてしまうっていうね。で、次、はい、腰巾着着、何でも着払いで送ってしまうね。すいませんなんてね、請求書を送っていただけますかなんて言ったらね、郵便局がね、2、3日来て、すいません、着払い、いくらお願いしますなんてね、なんてね、そんな請求書自体もね、お前、着払いで送るケチな会社なのかなんてね、みんなお客さんから嫌われてしまうっていうね。あとね、なんかありますかね。腰巾着。常にチャックが全開だ。腰巾着だからね、常にチャックが全開なんですよね。で、たまに一物とかね、肩幅がね、はみ出ちゃったりしてね、キャーなんてね、女性社員にね、嫌われちゃうっていうね。で、どうだ、俺のこのね、腰巾着を見ろなんてね、警察に通報されてね、また丸の内警察のね、お世話になってしまうっていうね。それで次、なんかありますかね。ちょっと考えてみましょう。腰の純子だわ、やりましたもんね。みんなすごい顔でね。みんなおかっぱみたいな髪型になっちゃって。たらこみたいな口にくっつけちゃってね。っていうのは、とね、昨日言いましたね、腰の純子っていうのはね。あと何かありましたね。腰銀茶。ちょっと違いますけどね、統括部がとんかつ屋になっているね、
あれなんてね、ずいぶんいい匂いがするななんて言ったらね、あ、なんか統括部があったところがね、とんかつ屋になっちゃってるっていうね。一心なんてね、看板がついちゃっててね。で、大体ね、店主とね、バイトの疎通が取れてないんですよね。あれ、一番さ、カツカレーだったっけなんてね。いや、カツライスですなんてね。いや、大盛りカツカレーだろうなんてね。いや、大盛り、カツ丼ですなんてね。メニュー大したことないのにね、メニューなんて5種類ぐらいしかないのにね、いつもそんなことやってるっていうね。それでね、あとは何かありますかね。なんかあるかな。すごいなこれすごいな、爆走ですね。もうマッドマックスですよこれは。もうね、ちょっと、あと何かあるかな。統括部がね、統括地域限定だっていうね。千葉とね、何ですか、茨城じゃねえや、あれ、東京の境ね、葛飾とかね、松戸とか、あの辺、統括地域っていうんですよね。で、あの辺からね、一歩も出れなくなっちゃってるんですよね、みんなね。で、しょうがないからね、何ですか、柴又あたりでね、もう団子食うしかないっていうね。ということで、今週の、元気が出るテレビはこれまで。また来週。だいたい BM に乗るやつは嫌いだ。